ご機嫌取りの準備はできてるわけ？ほら、おっさん。今度こそ、私が褒めさせるって決めた場所を全部褒めてみせなさい。でないと、今回はかなり機嫌が悪くなるわよ。999号には、恥ずかしい気持ちなんてないんだよ。休暇。この行動を、999号は理解しないよ。目的と義務を混合させた欲求と純粋な本能が攪拌された自我は、荷物持ちとの休暇に何を求めるの？どこにあっても、私はあなたのクイリナリスです。またお父様と目が合ってしまいました。こんな近くで見つめ合って好き好き、お父様大好きです。こうして布で飾ると神水式のようですね。先進ミッドウェイ、アイアンボトムサウンドの先進核の保護を完了しました。プレジデント、海底調査は引き続きミッドウェイにお任せください。私の仕事は決闘に勝つことである。なんだ、お父様であるか。我に何か頼みたいことがあるのか？うん、仕事にも慣れたところである。何でも言うといい。